9番の上方、そして17番の安藤が狙っていきますけれども、ここは長いボールで前線に出していった藤枝、シュートだ、これは決まった、ゴール吉田、今シーズン10点目、まあミドルを狙っていきました吉田。この藤枝に来て1試合2点を挙げるという場面もありましたが、思い切って狙っていきました、サイドネットの内側に吸い込まれていきました。秋山戻す、ここに枝村、ベテラン秋元、チーム最年長、おっとこれはボール奪われた、安藤翼が行く、安藤が行く、安藤が行く、キーパー出てくる、杉本守りました、守りました、杉本。そしてディフェンダー真ん中に今3バックの真ん中、秋元道隆が38歳、さらにその前アンカーの松岡亮介が36歳、シュート左に外れた、今の場面です、ワンタッチで一番外には久富がいますが、さあ右手が上がった、こぼれたところ、もう一度藤枝、安藤、さあクロスはヘリングシュート、ポストの右左でした、大ベテランの秋元のシュート、ちょっと戻りながら、藤枝総合運動公園からお送りしています。第33節、藤枝真由志にとってはホーム最終戦となります。吉田はここにいました、クロスが入ってくる、ファーに上がってきてヘディングが打てるか、おっと倒された、 PK です。丸岡は大きくそのリードをして前半を終えそうな、そういったところですが、ゴールキーパーゴドンミン決まりました、2対0、吉田今日2点目、今の場面ですね、吉田、秋山から安藤、秋山が猛烈な勢いでオーバーラップをした、そしてクロスが入る、胸で落としてシュート、ゴドンミン胸で一旦弾きましたが、その後がっちりとキャッチ、姫野もですかね、詰めていました、いや失礼、まだボールをキープしている八戸ですが、ディフェンスラインは上がってきている藤枝、そして藤枝がカットした、あーちょっとここは藤枝としてはミスった、シュート打つ、あーポストの右、惜しい、八戸上方のシュートだったんですが、秋元の背後の方にボールが入っていきましたね。バックスタンド側から藤枝、後ろ藤枝チャンスになります、クロスが入る、ファーでシュート打って決まった、ゴール森島、ファーストタッチか、さあ素晴らしいボレーシュートが決まりました、本当に不本意なシーズンを送ってしまいましたが、この場面左足のボレー見事に決めました、さすが森島。さあもう手元の時計ではアディショナルタイム4分を超えています。レフェリーが今時計を見ました、ナスカーが行く、そしてゴールキーパーが出てきました、ここで笛が鳴りました、タイムアップ、3対0、この吉田の2得点、そしてこのベテランの森島康人の1得点、3対0で藤枝、前 FC が八戸を下しました。